そうですね45歳になってあの初めてアクション映画に出るとは思わなかったんですけど 1, 1ヶ月半ぐらいみんなであの汗流して稽古してであの本番が始まっても撮影が始まってもセットとか、まあ、衣装ですとかもうそのどのセット行ってもすごいの立てたなっていうあのスケールの大きさはやっぱりすごいですね。 やっぱりこの日本映画とはまた違ったそうですね。あの準備にもあのもちろんそうですし、あの美術とかものすごくこう。あのみんなのエネルギーがあのこもってるっていう感じがします。 まあ、あの結婚を読んだ時点とやっぱりそれがこう実際にこうセットができてっていうのも本当にうわすごいセット立てたなっていうのもさっきも言ったんですけどもそのこの GI ジョーの世界観の中であの日本がどういうふうに描かれるんだろうって僕も早く見たいっていうのがほあの本心ですね。